日本大阪府大阪市西区、千代崎千代崎は大阪府大阪市西区の町名。現行行政地名は千代崎1丁目から千代崎3丁目、大阪市西区の南西部に位置。北は本田、西は九条及び九条南、東は木津川を挟んで新町、北、堀江、南堀港、南は尻梨川を挟んで、大正区三原屋西と、それぞれ接する。 三丁目には大阪ドームがあり、ドーム前には大阪市高速電気軌道のドーム前、千代崎駅がある。1972年に木津川に架橋された千代崎橋に由来し、千代崎の語源は木津川下流の千本松の表現に千株の波松草々として千代にハエの色を表しとあることに基づく。江戸時代には木津川沿いに木津川町、九条村町。 寺島町の山頂があるだけで、他の大部分は西成郡九条村の一部と岩崎神殿だった。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。 ドーム前、千代崎駅岩正郷、大阪府大阪市西区の町町邸、あざ一覧、人口統計ラボ、2019年10月20日閲覧、AB、住民基本台帳人口、外国人人口、大阪市、2019年10月4日閲覧、AB、千代崎の郵便番号、日本郵便、2019年8月15日閲覧、 市外局番の一覧。総務省。二千十九年六月二十四日閲覧。AB、平成七年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。総務省統計局。二千十九年八月十六日閲覧。AB、平成十二年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。平成28年経済センサス、マイナス活動調査、事業所に関する集計産業横断的。 集計都道府県別結果、総務省統計局、2019年10月23日閲覧、郵便番号簿2018年度版、日本郵便、2019年6月10日閲覧、ありがとうございます。